九州ヒメオオクワガタは、高注目クワガタムシかオ,オクワガタ族に属する、ヒメオオクワガタの一野種である。九州全域に生息している、鉱山系のクワガタムシのヒメオオクワガタの一野種として、1987年3月発売の、月刊虫ナンバー193において紹介された。それまでは、姫オ,オクワガタとして、日本全域が同一種と思われていたが、 九州に生息していた個体の特徴が、本州、北海道、四国に生息しているものと異なることが発見されて、九州の個体異群は、亜種、九州姫王クワガタとして記載された。生息地は、熊本県南部周辺が南限であるとされていたが、2007年6月に鹿児島県北部で確認できたため、クワガタマガジンナンバー37に南限更新として紹介された。 体長は、オスが32から52ミリメートル、メスが28から38ミリメートル。体色はオス、メスともに、黒色、外観は、頭部、前胸、上羽根が短く、幅が広い。光沢をかきつやけし状。原名アシュヒメオオクワガタ。兵庫県産生虫は、原名アシュであるヒメオオクワガタと同じく6月中旬から10月上旬に、 かけて、鉱山の柳類や、ノリウツギなどの木々にいるのが確認されており、生態的には、ほぼ同じと思われる。ただ、観察例として、ノリウツギやツル性の植物にいて、柳にいなかった例もあれば、柳に多数いた例が確認されているなど、柳のみということではなく、いろいろな木々についていてその汁を吸うものと考えられる。現名アシュヒメオクワガタは、 柳類とダケカンバを中心としたカンバ類が主なる木にいるが、ダケカンバは本州の奈良県二北及び四国の一部に植生しているだけで、九州の産地にはダケカンバはない。このような樹種の違いも九州姫オクワガタの突起ギが違う理由である。九州は主九州姫オクワガタ、熊本県産用中においてはブナの倒木、立ち枯れに生息しており、これは 原名足と同じである。ありがとうございます。